スティーブン・ジャクソン、スティーブン・ジャクソン、スティーブン・ジェッセ・ジャクソン、1978年4月5日台は、アメリカ合衆国テキサス州ポートアーサー出身の元、プロバスケットボール選手。ポジションは G、外、身長203センチメートル、体重98.9キログラム、NBA の7チームでプレーし、2003年にはサン、サイアントニオスパーズの主力選手として、NBA チャンピオンを経験した。 ポートアーサーで生まれ育ったジャクソンは地元リンカーン高校に入学。その後、バージニア州に所在するバスケットボールの名門高オークヒル高校に転校した。1997年の NBA ドラフトではフェニックスサンズから指名全体43位を受けたが開幕ロースターに残れることができなかった。結局、その年は独立リーグクバのラクロスボブキャッツから 指名、全体21位を受けて入団。しかし12月には解雇されてしまう。ボブキャッツには翌年も入団を果たすが、またしても短期間で解雇されてしまった。ちなみに、ボブキャッツは2001年に破産を申し立てて消滅。1999年は、ベネズエラのマリノスでオリエンテでプレーし、その後、クバのフォートウェインフューリーとも契約したが12月には、 解雇されたフューリーもまた現在は消滅。また、この年の10月には NBA のバンクーバーグリズリーズ、ゲンメンフィスグリズリーズと契約を交わしているが、開幕前に解雇されている。2000年にはベネズエラとドミニカ共和国の複数のチームでもプレーした。2000年10月、ジャクソンはニュージャージーネッツと契約。事実上、この契約が NBA デビューとなる。先発出場も果たすなど、新人としてのジャクソンは上場の成績を残した。またルーキーオールスターにも出場した。FA となった翌年は、サンアントニオスパーズへ移籍。この年はわずか23試合の出場に止まってしまう。ジャクソンの才能が発揮され、周囲の注目を集めるようになったのは2002から03シーズンで、出場時間が急増し、 平均得点も上昇。スパーズのリーグ優勝に貢献し、FA 直前でもあったために、ジャクソンの市場価値が高くなった。2003から04シーズンは、成績低迷で苦しんでいたアトランタホークスと契約。ジェイソン・テリーと共に、チームの主力選手として活躍した。ジャクソン自身も平均得点など、各成績はのきなみ前年までを上回って、キャリアイを記録するなどした。 しかしながら、チーム成績は、前年を下回ってしまい、アルハリントンとのサイントレード交換で、インディアナペーサーズに移籍した。2004から05シーズンはジャクソンにとって、バスケットボール人生の転機となったシーズンと表現、しても過言ではない。乱闘劇を演じた末に、30試合の出場停止を命じられてしまったからだ、下記、と内外での騒動を参照。 その後ジャクソンは51試合の出場で、前年並みの好成績を残したが、ファンのジャクンへ対する評価は高いものではなかった。2005から06シーズンはタフな体を活かして81試合に出場し、プレーオフ出場の原動力にもなった。前年の悪いイメージも払拭されつつあった。二0六から零七シーズンは、前年をやや下回る程度の成績だったが、 シーズン途中の1月17日、トレードにより、マイク・ダンリー・ビー、トロイ・マーフィー、アイク・ディオグ、キース・マクリオドと交換で、アル・ハリントン、シャルー・ナス・ヤシュケビチュス、ジョシュ・パウエルと共にゴールデン・ステート・ウォリアーズへ移籍した。ドン・ネルソン率いる攻撃的なチームカラーのウォリアーズにジャクソンはうまく、フィットし、トレードで戦力を向上させたウォリアーズは実に13。 シーズンぶりのプレーオフ進出を果たした。そしてプレーオフ一回戦にて、このシーズン67勝を挙げた、ダラス・マーベリックスと対戦する。この大一番でもジャクソンは、テクニカルファールによる退場を受けるなどして、ネルソンから批判を受けることもあったが、プレーでは、大国柱のバロン・デイビスに勝るとも劣らない、働きを見せた。ディフェンスでは、自身よりも一回りも大きいラーク、ノビツキーと、 マッチアップ。シーズン MVP であるマブスのエースをフィールドボール成功率38%に抑え込んだ。得点でもシリーズ平均22.8得点と活躍し、ウォリアーズはついに4勝2敗でシリーズを制し、歴史的なアップセットを果たした。2009から10シーズン序盤に AC ローと共に2対2のトレードでシャーロット・ボブキャッツへ移籍したボブキャッツからは、 ラジャベルとウラジミール・ラドマノビッチ外席、独力で、シュートチャンスを作り、スコアを重ねるプレースタイルは、ボブキャッツの他の選手にはないスキルであり、攻撃に厚みが生まれ、チームのプレーオフ発進出に大きく貢献した。2011年の NBA ドラフト開催日、サクラメント・キングス、ミルウォーキー・バックス、シャーロット・ボブキャッツの3チームカントレードにより、 ミルウォーキーバックスへ移籍した。しかし、ヘッドコーチのスコット・スカイルズと対立し、2011から12、シーズン途中のトレードデッドライン直前に、バックスからアンドリュー・ボーガットと共に、モンタ、エリス、エクペ、ウドー、クワミ・ブラウンとの交換で、ゴールデン・ステート・ウォリアーズへ放出された。さらにその直後、リチャード・ジェファーソン、引退を表明していた、TJ ・フォードとの契約権、 2012年のドラフト一巡目、指名権と交換で、古巣であるサンアントニオスパーズに移籍したが、2012から2013シーズン終了直前に、グレッグ・ポポビッチヘッドコーチの望むプレースタイルに同意できず解雇された。2013から2014シーズンは、シーズン途中にロサンゼルス・クリッパーズに加入したものの、即解雇された。2015年7月22日、 引退を表明したシューティングガードとスモールフォワードを兼任できるスイングマンである。アウトサイドからの攻撃が得意で、シューターとしても知られる。特に近年は 3P シュートの成功数が100本を超えることが多い。またスティールも得意としている。下記のエピソードを反映した自由奔放なプレーを好み、チームオフェンスを無視したスリーポイントドライブインを得意とし、 ダンクシュート氏は日本の部活では教えてくれないプレスタイルと表現した。特にテクニカルファウルも非常に多く感情的に走りやすいところがあり、所属したチームでは必ずヘッドコーチと対立するなど精神面で成長することができなかったことでジャーニーマンでしかなかったと言える。これまでジャクソンはコート内外で複数の騒動、事件、問題を起こしている。 2004から2005シーズンの2004年11月19日、ジャクソンはデトロイトピストンズ戦で起こった事件乱闘の当事者の一人になってしまう。この名称はホームコートパレス・オブ・オーバーアン・ヒルズで起こったことに由来する。もともとはベン・ウォーレスとロンヤーテストの小競り合いが発端となって起きた乱闘である。しかしファンの行為に激したアーテストが客席に突入して、 男性を殴ったことで、ことは事件に発展。アーティストのチームメイトであるジャクソンも、また客席に突入して、別の男性を、右フックで殴りしてしまった。この全米スポーツ史の中で、最も悪名高き乱闘劇と揶揄される事件で、ジャクソンは30試合の出場停止処分などを受けた。以前から試合中のテクニカルファウルが多い選手では、あったものの、この事件以降、ジャクソンには、 問題児のレッテルが貼られてしまう。なお、事件の詳細は、インディアナ・ペイザーズや、ロナーテストのを参照のこと。2006年10月6日、早朝、インディアナポリスのストリップクラブで、ジャクソンは、またしてもトラブルを引き起こした。事件に巻き込まれたのは、ジャマール・ティンズリー、マーキス・ダニエルズ、ジミー・ハンターとジャクソンを加えた4人。男性3人と喧嘩となり、 ジャクソンは殴られて、車にひかれたという。当初、ジャクソンは、自己防衛として拳銃による5発の発砲騒ぎを起こした。しかし後日、検察官の証言によって発砲が最初だったことが判明した。男性は逮捕され、ジャクソンは、暴行罪や、風紀を乱す行為の罪など3つの罪で起訴された。パレスの騒動による、執行猶予中の出来事だった。 タトゥー愛好家であり、オフシーズンごとに入れている。初めてのタトゥーは、18歳の時左腕に、バスケットボールとイニシャルの SJ を入れた。お気に入りのタトゥーは、背中に、ニックネームのジャッキという文字とダイヤモンドのタトゥーである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。